ウィンチェスター大聖堂ウィンチェスター大聖堂は、イギリス、ウィンチェスターにある、イングランド国教会の大聖堂。ヨーロッパのゴシック様式大聖堂のうち最も長い、新老と前兆を持つ、イングランド最大級の大聖堂の一つである。聖なる三位一体、聖ペトロ、聖パウロ、聖、スイザンに捧げられており、ウィンチェスター主教管区を代表する。 ウィンチェスター主教座が置かれている。大聖堂には毎日4回の礼拝が行われ、特別の聖実にはその回数がさらに多くなる。大聖堂の聖歌隊音楽とウィリス社製、パイプオルガンに有名されている。礼拝以外、大聖堂見学には入場料が必要となった。 祭壇上のついたテステンドグラス最古の建物は大聖堂の北に隣接した場所に642年ごろ建てられた。この建物はオールドミンスターとして知られている。971年オールドミンスターは修道会定住地の一部となった。ウィンチェスター市教だった聖、水山は建物が新たなノルマン様式建築の大聖堂へ移る前に オールドミンスター近くに埋葬された。最初はオールドミンスターに埋葬され、後大聖堂へ移された、モーチュアリー・チェストは、イングランド王、エドイとその母エルギバといった、サクソン朝の王たちの亡骸を収めていると言われてきた。オールドミンスターは1093年に廃止された。大聖堂建設は、司教ウォークリン時代の1079年に始まった。 1993年4月8日、イングランドの司教と修道院長全員が出席する中、オールドミンスターを出た修道士たちが新大聖堂へ入り、大いなる歓喜と栄光を持って、この完成を記録した。現在の建物に残る最古の部分は、完成当時からある納骨堂である。バーネーコ・リチャードとウィリアム2世は、ウィンチェスター大聖堂に埋葬された。 四角い中央塔は1202年以来のものである。これは大聖堂の立つ地盤が部分的に不安定であったため崩壊した最初の塔と取り替えられた。塔には明白にノルマン様式の痕跡が見て取れる。1394年にはノルマン様式の新郎改築が熟練した体式ウィリアム・ウィンフォード設計のもので作業が始まり、これは14世紀から。 16世紀まで続いた。聖水山の霊病へも出る大勢の巡礼者を収容するレトロクワイヤの建設が知られる。ヘンリー・パッセイはイングランドのカトリック教会を支配下に置いた後、自身を長とするイングランド国教会を作り、ベネディクト会に属していたセント水山修道院を1539年に解散させた。修道院生活と、 聖堂三次会会議所は廃止されたが、大聖堂は存続した。1905年から1912年の間、T.G. ジャクソンによる修復作業が行われ、全体として崩壊の危機にあった大聖堂を救った。南側と東側の壁は基礎部分が一部水浸しとなっていた。ダイバーのウィリアム・ウォーカーが2万5000以上の袋入りコンクリート、 11万5千個のコンクリートブロック90万個のレンガを用いて基礎部分に詰め補強を行った。ウォーカーは最深部で6メートル地点の真っ暗闇の中で1906年から1912年の間1日6時間作業した。大聖堂を全体的な崩壊から救ったのはウォーカーの功績である。彼はこの功績を称えられ。 ビクトリア十字勲章を授与された。大聖堂の新郎の北側廊に埋葬された作家ジェーン・オースティンとの関連から大聖堂は多くの観光客を集めている。19世紀の作家アントニー・トロロープが作品中で大聖堂を登場させたことからイギリス内での知名度が高い。2005年映画ダヴィンチコードの撮影ではコーサロー北側をバチカンの場面に使用している。 ありがとうございます。